続きによりますと先月の四輪車の国内生産は6万595台と前年比64.4%海外生産は10万8177台で前年比54.2%世界生産は16万8772台と前年比42.5%減まで落ち込み2か月連続で前の月を下回りました 販売台数もこれに伴い世界全体で17万7315台と前年比マイナス36.8%となりました生産減少の要因としてスズキは東南アジアで新型コロナウイルスが感染拡大したこと半導体不足による部品調達不足で国内外の工場が操業停止となったことを挙げています